それでは今週も2014年の金運上昇、今週は仕事運の上昇ですね、1分間エクササイズを一緒に行っていきましょう。テーマは仕事もビジネスもどんどんうまくいくがテーマになっております。9月の9日から10月の13日までの1ヶ月間なんですけれども、今回はですね、キーワードは遊び心です。この仕事やビジネスもどんどんうまくいくヒーリングポイントをやっていくと、皆さんも遊び心が仕事やビジネスの中で出てくるようになります。それでは、ポイントの解説を行っていきます。ポイントはですね、今回遊び心のポイントは、ちょうどおへそなんですけれども、おへその上のところですね、そこから指が4本分ですね、4本分上のここに手を当てていきます。男性は左手が下、女性は右手が下にして、手の中心が重なり合うようにして手をゆっくりと当てていきましょう。まずはここに5秒間手を当てていきます。はい、そして5秒経ったらゆっくりとふわーっと離していきましょう。そして次のポイント、2つ目のポイントは、へそ下の丹田の場所に手を当てていきます。おへその下の丹田の場所に当てて、1分間ヒーリングを行っていきます。そして1分経ったらふわーっとゆっくりと離していきましょう。今週はこの2箇所のポイントを1分間ヒーリングを行うことによって、皆さんも遊び心が出てくるようになっていきます。仕事やビジネスの中で、これまでいろんな思考や経験から判断していたところだけじゃなくて、その枠を超えて遊び心からいろんなひらめきであったりアイデアであったりを出していけるようになっていきます。予想もしなかったひらめきが出てくるようになると、皆さんもどん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 仕事やビジネスで活躍していく場所が広がっていったり、またこれをやっていくことによって何かこうめでたいことも起きてくるようです。皆さんにとって活躍の場が用意されたり、何か昇進していったりと、いい朗報が舞い込んでくるようになってきて、そして人気もアップしていくようですので、ぜひ10月の13日まで仕事やビジネス運アップさせたい方は、この1分間ヒーリングを一緒に行っていきましょう。